それですか。アレグリアです。アレグリア。これ、これもナイキ。これもナイキです。これはちなみにどうやって？これは普通のナイキの既製品のミットを。え、これはどこで手に入れたんですか？これはアメリカから個人輸入してる。どうもワンちゃんです。先日ですね、新年早々練習会を開催させていただきました。その中でなかなかレアなグラブを発見したので、今日はグローブ紹介をお届けしたいと思います。ぜひ最後まで見てください。超レアグラブ発見。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。はるばる、はるばる神戸から。はい、じゃあグローブ紹介お願いします。はい、ここでローリングスの、はい、テンポオーダー、テンポオーダー、テンポベッチのやつですか？だから多分ローリングスの展示品かなんかで、ミチリスポーツで買いました。ミチリスポーツさん、はい、出ました。これブラックとグレーですか？グレーとゴールド。ローリングスでこれはみ出しか、あのはみ出し自体はこれあるんですね。そうですね。これウェブがかっこよかったので、確かに珍しいね。なんかローリングスっぽくないですか？そうです。パカパカお願いします。軟式用ですか？軟式用です。結構深め。そうです。これでかいっすね。でかいです。でかないですか？意外とでかいです。めっちゃでかい。そうです。だからもうサーブで使っとうかなと思って。あ、サーブ用で。はい。これどうですか、このハート。これ全然いいです。ちょっと伸びるんで、取った感あんましないですけど。今日ノックで使ってましたね。はい、またちょっと、はい、今年はいっぱい野球させてください。はい、しましょう。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ハイサイズ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はイベントを来ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとグローブ紹介お願いします。はい。はい。スミレスポーツ。外野手。外野手を。外野手です。これカラーなんですか？カラーブラックですね。ブラックとゴールドで、ステッチがパープル。パープル。で、紐がブラウンです。おー、これパープルが活かしてますね。平裏とチームカラー紫なんで、それでちょっと、はい、チームカラーオーダーですか？オーダーです。ちょっとパカパカお願いします。いつもパカパカ定番。 あ、でかいですね。大きいんですかね、外野全然わかんないんですけど。あ、本職はどこなんですか？本職ファーストとかキャッチャーです。あ、じゃあもうサブポジ。もうそうです、そうです。もうとりあえず大阪では人気のスメルスコート。そうですね。キャッチャーミット。キャッチャーミットです。これもスミレスポーツか。そうです。おお、これもオーダーですか？オーダーです。やばっ。やばいっすね。オーダーです。一応これ浅いタイプの モデルが欲しくて。パカパカお願いします。ほんまや、めっちゃ浅い。ちょっと大きめですか？大きくはないと思います。これはブラック、キャメル、はい、タンカで紫入ってるんですね。紫、これもチームカーです。爪、これやばいっすね。これやばい。これはもうあの僕が大好きな中田翔。はい、もう分かりますもん。野球好きには。そうです、バスケットウェブのファーストミットです。これもオーダーですか？これもオーダーで、これはチームメイトが誕生日に買ってもらって、いい、めっちゃいいっす、ね、プレゼントしてくれて。めっちゃいい。そうです。これも中田翔っぽいっぽいやつを作ってもらって。結構本人ですか？これめっちゃかっこいい。これ後でいいんですか？結構流行ってるじゃないですか、はい、バスケットのあのファーストミット。はい、どうですか、買ってみて。僕は使いやすいですね。引っかかる感じするんで、ここにちょっとウェブ強くて。そうですね。ハイサイズ。それですか？アレグリアです。アレグリア。これ、え、これはカラーは、これはホワイトになるんかな。ホワイトとゴールド。ゴールドで、こっちはブラックで。へえ、オーダーですよね。オーダーです。すごいですね、これ。こんな白使う人。しかもピッチャー用で。本職でピッチャーしないんで、はい、もう普通に僕らのリーグとかで全然使えるんで。しかもこのマークが2つあるっていう。すげえ。竹内さんにちょっと相談して、いろいろ詰め込みました。じゃあまあ連盟とかやったら無理やけど。あ、全然無理です。リーグやったらまあ楽しみで。全然いけるかな、練習じゃ全然 OK です。パカパカお願いします。これなんか結構新しめですか？あ、これまだ全然。もうカチカチっす。お、ほんまや。まだ全然片付けも何もしてなくてね。メイドイン大阪ってメイドイン大阪、ここにかっこいい。うお、めちゃくちゃかっこいい。ありがとうございます。ハイサイズナイキ。あ、え、これはどこで手に入れたんですか？これはアメリカから個人輸入してる。やばい。個人輸入してるスポーツ用品店から買ったんですけど。公式用です。結構窓狭いんですね。窓狭いです。窓狭くてラベルが異常に大きいです。
これ大きさ的にはどうなんですか、なんか海外のでかい大きさは多分ちょっと大きいです。あ、大きい、ね、ただ形はもうこれ日本、日本製って書いてるんですけど、もよ日本で作ってるんで日本の形になって、これでも結構レアじゃないですか。そうです、多分日本に10個もないんじゃないですか。メルカリとかやったら結構まあ使ってる昔のナイキ、昔のやつナイキはこんな綺麗な状態のナイキ、これはもうほんまにもう一回見せてもらって、新品で、あ、これ寒いです。あ、かっこいい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、はい、このグラブ日本に数十個しかないみたいなので、もしお目にかかったことがある人はぜひコメントへお願いします。この新品でのこの状態はなかなかレアではないでしょうか。メルカリとかやったら結構まあ使ってる昔のナイキはこんな綺麗な状態のナイキ、ハイサイズ。はい、これでもやばい、これです、これもナイキ、これもナイキです。これでもやばい、これです、これもナイキ、これもナイキです。これはちなみにどうやって、これは普通のナイキの既製品のミットを、はい、島根県のスポーツ用品店さんで、はい、こういうカスタムしてくれるんで、依頼してこのキャメルに変更したのと、あ、カバー自体もそうですね、もう本来はオレンジにしてます。すごいですね、でバスケットにした、そうです、バスケットにして、それもちょっと同じ、かっこえ、小指2本で、小指2本でパタパタ、これちょっと今日使ったらなんか汚いですけど、あ、柔らかいんですね、これはもうこれはかっこいいですね。なん、あ、公式用か、これはだから公式です、公式です。かっこえ、ありがとうございます、ありがとうございます。